この番組って司会のトムさんとのトークの後、友達を紹介しなきゃなんないんだよね。見たことあるけど、なんで紹介する友達までもう決まってんの？この人たちって他の番組でちょっと会っただけだし、マミ、もっと仲いい友達たくさんいるよ。大人の事情的にもOKだよね。